米のような食感を生み出すんですね。満足感がパネーンス。夜食とかにも非常におすすめです。ということでですね、今回コラボ動画でございます。ここに唐揚げくんがいるということはローソンさんのコラボで、毎回ありがとうございます。ローソンさんのコラボということで、何のコラボかっていうとですね、こちらでございます。サラダチキンスティック、めちゃくちゃ食べやすいサラダチキンが出てるんですね。今回は僕ね、サラダチキンで結構レシピとかでも出したりしてるんですけども、食材としてもめちゃくちゃ有用なんです。なんでかっていうと、糖質も脂質もすごく少ないっていうのがポイントなんですね。糖質も、脂質も少なく、なおかつタンパク質も取れるっていう、この超優秀なサラダチキンスティック使ってですね、低糖質なんですね、サラダチキンのクリームガイ、これもね作っていきたいと思います。マジでうまいです。作り方もですね、めちゃくちゃ簡単、包丁いらない、めちゃめちゃ簡単で、減量したいなとか体作っていきたいなっていう方には非常におすすめなものなんで、超簡単でやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ、材料紹介ですね。はい。まずですね、こちらの、国産サラダチキンスティック明太チーズ。サラダチキンの中にも、明太子とチーズが入ってるってやつで、これ、非常におすすめです。なんでかっていうと、今回は、ちょっとクリームっぽいおかゆにしますんで、明太クリーム味になるんですね。これを使っていただくのが非常にいいと思います。もし、これ売ってないとか売り切れだったよとかいう時は、こういうね、サラダチキン、スティックの、チーズ入りのやつもありますんで、こういったのでも大丈夫です。これだと、チーズの味が主張する、チーズクリーム味になりますね。普通のサラダチキンでもできなくはないんですけども、スティックだと1回使い切りで、1人前使い切りでできるんで、非常に余らせないんで、優秀だと思います。ローソンさんの、バターと絹豆腐、ね、こちらを使っていきます。ローソンさんで揃うっていう、レシピになりますね。あと豆乳です。豆乳ね、無調整のもので、やっていただくのが美味しいと思います。なければ調整豆乳でもいいんですけども、無調整が僕はとろみがついておすすめです。白だしです。白だしで、ほとんどこれだけ、はい、選んでやっていきたいと思います。ということで、ローソンさんとのコラボで何が重要かっていうとですね、今回作るのは低糖質なレシピなんですよね。僕はですね、カロリーが高い料理をかなり作っているんですけども、僕が体調管理するときに食べているようなレシピですんで、非常にですね、低糖質なんです。低糖質なものを何かっていう風に理解していくことが大事だと思うんですね。これでございます。はい。ローソンさんで売ってるゴールマスターの糖質 70% オフのビールテイスト、低糖質を理解するために、この低糖質なお酒を飲んでいきます。くー、罪悪感が少ない。ということで、やっていきたいと思います。はい、それではやっていきたいと思います。まず取り出しますのは、国産サラダチキンスティック明太チーズです。はい。で、これをまず開けます。で、開けて、マジでうまい。明太子の辛みと香りがめちゃくちゃするんですよ。明太子味ってあんまり明太子の風味が感じられないのもあるんですけど、めっちゃ感じるんですよ。だから好き。うん、食べながらやっていきます。今回これほぐしたい。こうやってね、ほぐす。まずこの時点でほぐしたんですよ。この時点でほぐすと後々ほぐしやすいんで、結構ほぐれていきますんでね。そうすると手もあんまり汚れないんですよ。これこのサラダチキンスティックって 60g なんで、1人分作るのにめちゃくちゃいいんですよ。はい。で、ほぐれたじゃないですか。そうするとこんな感じでほぐれてますんで、これをこうちょっとパラパラっと、結局指汚れんじゃねえかいっていう感じもあるんですけども、この方が、ほぐす手間が省けますので、タンパク質豊富で非常に味わいも深いんで、とりあえずほぐして入れてください。今回は使い切り、たっぷり入れていきます。豆乳を投入していきます。3連パックで、いい感じになってます。 150g ドン。白だし小さじ4杯ね。はい。で、白だしも 100ml あたり 10g の塩分のものを使用してますんで、もうちょっと濃い味のものであれば少なくしたり、してください。ちょっとね、満足感を出したいんで、ちょっと僕バター入れます。はい。脂質は少し上がってしまうんですが、満足感が出ます。はい。これはどちらかというと糖質を制限するタイプなんで、脂質は、必要であれば入れていきます。 7g。やっぱ火にかけます。で、火にかけたらですね、まあこういう泡立て器なければスプーンとかでもいいんですけども、これでね、豆腐崩していくんですよ。クリームがゆといってもご飯は使わない、お豆腐で作るんです。で、お豆腐をこうやって崩していくことによって、非常にですね、細かく豆腐がなりまして、米のような食感を生み出すんですね。で、ここにタンパク質豊富なサラダチキンも入りますんで、非常に食べ応えのあるおかゆになります。
豆乳も温めることによってとろみも出てくるんで、生クリームとかね、そういうものを使わなくても非常にクリーミーに仕上がります。だから満足感がパネーンス。でこれ温めたらもう完成なんで、夜食とかにも非常におすすめです。これだったらね、会社帰りとかお子さんを寝かしつけた後とかでも思い立ったらできます。はい、だいたい保存が効くものも出てきてますから、常備していただければいつでもできるっていう優れものになってます。定着に密着ん性格性格痛に密着したものじゃないとね、料理研究家ですからね。ちょっと似ている間に飲んでいきます。これつまみもいいんだよね。この味が一番大好きかもしれない。これとろみがちょっとついてくるんですね。ちょっと途中味見して、これで完成なんだよ。早いな。沸騰したから2、3分、ちょっと沸かしておくと豆乳が少し煮詰まってとろみができてきますんで、これで完成。じゃあ器に持っていきます。盛り付けていきたいと思います。バーッと入れるだけで大丈夫です。はい、かなりボリュームありますよね。一食大丈夫です。これだからね、小ネギとかを散らす、ないならないでいいです。で小ネギとかちょっと散らすとちょっとクリームがやっとなります。まあちょっとリゾットっぽいのかな。罪悪感の少ないクリームの完成でございます。はい、それではできたんですけども、今回ですね、僕がこれ食べたいっていうので、ローソンにもめちゃくちゃ低糖質なおつまみがあるんですよ。国産豚もつとこんにゃくの煮込み、これ大好きなんですよ。これ糖質がね 1.7g っていう驚異的な数字なんですよ。これがヘルシーだって皆さん知らないんですよね。めちゃくちゃうまいんで、ちょっと一緒に食べたい。2分ぐらい、ということで、罪悪感の少ない晩酌セットができました。食べていきたいと思います。いただきます。まずはこのクリーム、ほんとうまい。低糖質は思えないほど濃厚。豆腐はですね、結構細かくなってるんですけども、そこにサラダチキンのプリッとした食感があって、満足感がすごいんですね。むしろこれが食べたいまでうまいです。使い切りってとこがいいんだよね。これで罪悪感が薄いって最高ですよね。味変をさせていただきたい。ブラックペッパー、少しパンチのある味に、むしろ飲めるよこれで。コンビニで売ってる食材だけを使ったレシピ本っていうのも出してるんですけども、いろいろやってきたけどね、これはねトップクラスにうまい。もつ煮を食べたいと思います。低糖質めちゃくちゃ美味しい。もつとこんにゃくしか入ってないのよ。もつとこんにゃくしか入ってないのって、僕の実家のもつ煮と同じなんですよね。みんな食べてほしいんだね。俺が食べたくて紹介したいから食べさせてくれって言ったんです。僕はちょっと七味をこれちょっといただきます。つまみ特化型もつ煮はもつがいっぱい入ってないとダメだろうっていう方にこそ食べていただきたいですね。乾杯。いただきます。かゆだね。絹豆腐だからなんかもっと食感ないのかなと思ったけど、サラダチキンのプリッとした食感も節々に感じられるから、かなり食べてる感あるでしょ。これってか飲めるね、普通に。これで飲める。黒胡椒でちょっと味付け的にはちょっとリゾットっぽくしてるから、黒胡椒もかなり合います。これ黒胡椒入れた方が酒に合うわ。うん。何がいいってね、もつ専門店のもつなんだこれ。もつ煮なんだ。もつ、ね、もつ専門店のもつ煮って大根とかあんま入れない。いただきます。うめえ。うまくないこれ。こんな尖ったもん出すのかと思って。いや、いいわ、ほんと。コンビニのチルドでここまで尖ったもん出せるんだなっていうのが、これを OK したモーソンさんサイドに敬意しかない。これも好き。サラダチキン のスティック自体がめちゃくちゃいい味がする。これは絶対作ってもらって、でもこれ食べてほしい。もつに。ということで、もう両方ね、めちゃくちゃうまい。特にね、サラダチキン以外の方は僕の自信作ですから、ぜひ試してみてください。